摘されたんだけど、それがね、親友の恋人を奪う役で、まあハマり役だったのがあだになったっていうか、世間から反感を買ったわけ。ドラマの役柄と本人自身がなんか一緒くたにされちゃったんでしょうね。そう、女の敵とか言われてな。まあ連鎖反応の間に次々と中傷記事が出たんだよな。メディアは時に暴走しますからね。そういえば、あの時の悪口の言い出しっぺも山路だな。え、課長、ちょっといいですか。強靭会に動きがありました。おお、今行く。こっちは忙しいんだよ。止めがないと違ったね。これ自殺ですかね。バイト君、はい、僕はさっきから気になってるんですけどね。ええ、これら全て山路さんの意見でしょうか。ええ、名前出してもらうはずだったコメントどうしましょう。後で話しましょう。どういう意味か気になりますか。ええ、来ました。すみません、ちょっといいですか。警察の方。Thank you.
です。雑誌社の者が意見が聞きたいと言ったら簡単にドアを開けた。あの男には罪悪感もかけらもなかった。言い争ううちに私はカッとなって、ちょっと前までずっと手繋いでた。今は一人。